御殿場プレミアムアウトレットです。入国制限が緩和され、そして日本は今円安です。御殿場プレミアムアウトレットには少しずつ海外からのお客さんが戻り始めているといいます。あ、そしてたった今また観光バスが1台入ってきました。続々と海外からのお客さんが降りてきます。国内最大級の大規模ショッピングモール御殿場プレミアムアウトレット、さまざまな有名ブランドが立ち並び、コロナ禍となる前は国内外から年間およそ930万人が利用していました。ピーク時にはほど遠いものの、水際対策の緩和により訪日観光客が回復傾向ということもあって、次々と外国人観光客を乗せた観光バスが、Where are you from?Did you visit in Japan and Shizuoka? Yesterday. Yesterday. We cannot see the top of the Mount Fuji. Yeah. But it's good. It's a nice place. Japan, I love it. Diamond. Yeah. Diamond. 今から買い物ということで気持ちが高まっている様子。そして外国人観光客を強烈に後押ししているのが現在の記録的な円安です。こちらは入場口近くです。今この辺りはほとんどの方が外国人観光客の方です。先ほどとはガラッと変わりまして急に人が増えてきました。皆さんウィンドウショッピングを楽しんだり足早に店の中に入っていきます。 What did you buy? 服を買いました。たくさん買って運べないのでロッカーに入れています。このあと1時間ついてきたらショッピングを見せてあげてもいいわよ。香港から来たというこちらの親子はここに来る前、箱根や富士山周辺を観光してきたといいます。 When did you visit in here? 先月の末に来ました。彼女は土曜日、私は月曜日に。私たちは香港出身で3年間旅行できなかったので来ました。旅行先として日本はいつも一番の選択肢です。いつ来たの？昨日。あ、昨日、はい。何か買った？買い物。マイクロスのカバン。わあ、お母さんのカバン。そしてお母さんの全部。全部？全部。お母さん、ママ。はい。Really? 若いですね。カバンはここでちょっと安い。例えばインドネシアで5万くらい。ここで3万くらい。じゃあここの方がお得？うん。マイクロコース、OK! 入国制限の大幅な緩和と円安の影響で、先月から東アジアや東南アジアの観光客が増えているといいます。世界各国から特にアジアになりますけども多くご来場いただけていましたので、コロナの間に関しては、それが本当に、もうほぼ皆無見られていないというふうな状況ではありましたけども、本当にその先月に入って急激とまでは言わないですけども回復が見られているところはほっとしている状況ですね。今まさに円安ですけれども影響は感じますか？強い影響とまでは言えませんけども、10月先月に入ってからの伸び方というのは復調してるなっていうふうな印象を持つことがありますね。円安はやっぱりお買い物のしやすい環境が整いますので、その点では我々のような小売り、ビジネスにとっては有利になるのかなっていうふうに思います。現在海外からの観光客による売り上げはコロナ禍前の3割ほどだそうです。かつてのにぎわいが戻るにはまだ時間がかかりそうですが、今週火曜日にも大型バスが20台以上来るなど復調の気配を見せています。 Where are you from? 台湾。 Yeah. Why did you come here? 買い物や富士山の全景が見たくて、滞在するのにいい場所だと思ったんだ。 What did you buy in here today? 服だよ。Can
crazy? ワイシャツと T シャツ、これはトミーの T シャツ、シャツは1万円ぐらいかな、合計6万円ぐらいだよ。台湾で買おうとすると税金などでとても高いんだ。最高にいいよ。これは国際的なブランドだからね。We can, yeah. 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 Is it cheaper to buy things here than your country? 日本の方が値段は安いですよ。Gucci. Gucci. Oh, え？もう一個で Gucci? Gucci. Oh, what's this? Sunglasses. サングラスです。全部でいくらだったかはわからないわ。私は靴と服を買いました。ナイキとフェンディの靴です。今も履いてます。台湾では2倍ぐらいの値段なんです。日本だとどうしてこんなに安いんでしょう。日本人はゴルフをするのが好きですよね。だからこれも買ったんです。前よりも2割安くなっているのは大きい。円安で大勢の台湾人が日本に行きたがっています。全国旅行支援によって観光マインドが高まっている今、シスズ側は海外からの客だけでなく国内での集客にも力を入れたい考えです。海外のお客様が非常に多くなってはきていますけれども、我々としては国内のお客様に支持していただける施設をしっかり作っていくことが重要だと思っています。やっぱり海外の方も日本人が好む、日本人が支持している施設に行ってみたいというふうに思われると思うので、その点で我々としてはしっかり日本人のお客様に、お越しいただける、そういう施設をしっかり作って、海外の方にもその姿を見ていただきたいなというふうに思ってますね。